テグスタジアムは韓国のテグ広域市にある多目的スタジアムである。収容人数は66,422。会場当初はテグワールドカップ競技場という名称だったが2008年3月に現在の名前に改められた。愛称はブルーアーク。2002年の FIFA ワールドカップと2003年の ユニバーシアード開催のために6億6500万ドルの建設費を投じて建設された。2001年の FIFA フファコンフェデレーションズカップや K リーグのテグ f c の本拠地としても使われている。2002年に行われたワールドカップではホストスタジアムとしてグループラウンド、決勝トーナメント合わせて4試合が開催された。2005年8月、 東アジアサッカー選手権の開催地の一つになった。2011年に開催された世界陸上テグ大会と2012年に開催の全国体育大会ではメイン会場として使用された。最寄り駅はテグ都市鉄道公社2号線大公園駅で約 1.7km 離れている。そのためテグ FC の試合があるときは大公園駅から スタジアムまでの無料シャトルバスが運行された。テグ FC は2019年より本拠地をサッカー専用球場のテグフォレストアリーナへ移転した。ありがとうございます。